お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。歌が。よく耐えてくれた。安心しろ。お前の死骸は俺が代わりに。止めるな。俺は。慎重に。終わったな。いや、まだ終わりじゃない。会いに行こうぜ、もう一度。何をバカなことを。そんなことができるわけ。
辛い思いをさせてしまったな。そんなことないわ。何もかもを失っていた私に、あなたはもう一度光を取り戻してくれた。この声も。そんな顔をしないで、ジャック。いつかはこうなる運命だった。侵害を受け継いだ時から。それでも私は幸せだった。あなたがいてくれたから。ああ、俺もだ。あなたは、あなたの使命を果たして、命を燃やし、運命の時が巡るまで、精一杯生きて。エヴァ、歌ってくれないか、俺のために。部屋で一人耳を澄まし、君は鍵の音待っていた。温めるたびに忘れゆく消えた記憶、見えなくなる君がその全てを消し、日の雨の香り遠く響く鳥の声、部屋で一人。ありがとう。エヴァ！エヴァが
元の姿に。侵害の侵食を免れた。すぐに対処できたことが功を奏したのか。ありがとう。あなたがちぎれた心をつないでくれたのね。エヴァ、なんと言ったらいいのか。何も言わなくていいの。もう少し一緒にいさせてくれるかしら。もちろんだ。俺たちはこのままミドを追う。追うって、どこにいるか知ってるのか。侵害を利用した実験を繰り返し、エヴァから複数の侵害を奪って姿を消した。奴の目的はおそらくクイーンの復活だ。そのためにシルヴァの侵害をも奪うつもりなのだろう。シルヴァも継承者だったのか。問題はそれだけじゃない。赤い霧、レブラントが渇きにあえぐ霧の牢獄を生み出した世界の果て、あれを作り出しているのはシルヴァだ。何？どうしてそんな真似を。暴走したクイーンと戦うにはどうしても戦力が必要だった。そのために多くのレヴナントが生み出された。結果的にクイーンを止めることには成功したが、外の世界には多くの人間たちが暮らしている。赤い霧がなければ血に飢えたレヴナントやロストが野に放たれてしまう。それだけは防がなくてはならなかったんだ。お前たちのようなレヴナントばかりであれば、そんな心配もきっと必要なかったのだろうがな。砦への道を開こう。急げば奴に追いつけるかもしれない。一つ警告しておく。忘れるなよ。侵害を持つ者は常に暴走の危険をはらんでいるということを。いい目に育ったな、新入り。砦に行きましょう。準備はできましたか？